にちは、若田です。よろしくお願いします。はい、今日はですね、プルンとリップが作れる方法をご紹介していきます。今リップクリームだけ塗ってるんですけども、先にちょっともう少ないんですけど、こういうねコンシーラーみたいなもので唇の周りを明るくしていきます。ちょっとアップですいません。まずここの部分をこうやってね軽くしていきます。反対側も同じような感じで、ここね明るくしていきます。で、本当はリップライナーとかあった方がいいんだけど、私の場合はあんまりなんていうの、もともと唇が大きいのであんまりリップライナーとかは使いません。これでね、明るくします。こんな感じですね。で、こう伸ばしていく。で、こうやってなぎらしていきます。こういう感じでリップがなったら、リップを塗っていきます。で、いつも私そのままつけちゃってるんだけど、ちょっと今回は見やすいようにこういうブラシで取ってつけていきます。使うのはこのルブタンのですね、私が一番人気でもう何十本、何本も買っている一番使いやすいこういうねピンクベージュの色のものをつけていきます。このリップを出してからリップを上に取っていきます。こういう感じですね。で、こう縁からね描いていくんだけど、このリップって周りがねすごく薄くなってくるの、とかね、薄い部分あると思うんだけど、こことかも私は全部塗っていきます。こういう感じでね、ギリギリまでリップをつけていきます。逆にリップとかが大きい人っていうのは、外側をこういう白いもので潰してから薄く描くこともできるんですけども、ちょっと今日はプルルンリップなので大きく描いていきます。こういう感じで取ったら、私はそのままもうねガーッと塗っています。思い切りつけていってます。で、リップとかがにじみやすい人っていうのは、絶対このリップの周りにリップラインとか引くとすごくにじみにくくなるのでおすすめです。唇がねこういう感じでつけ終わったら、次は上からグロスをつけていきます。はい、グロスっていうか、私はオイルリップをこの上からつけるんですけど、まあ、ツヤが出るものであれば何でも OK です。今回はこのルブタンのオイルリップをつけていきます。こういう感じのタイプなので、そのままねつけていきます。はい、こうやって全部に1回つけたら、またねちょっと足していきます。真ん中だけちょんちょんちょんと、このハートを作るような感じ、こういうハートを作るような感じで、ここの部分とこの部分に出していきます。はい、こんな感じでプルルンリップの完成です。ただのリップだけをつけておくと、どうしてもねマットっぽい仕上がりで良ければいいんですけど、私はもうプルンとしたぼってんとした唇が好きなので、いつもリップの上にこういうオイルリップとかグロスとかをつけたりとかして、プルプル感を演出をしています。グロスだけでもいいんですけど、グロスだけだとちょっとね血色が悪くなっちゃう場合とか、あとはこの縁が綺麗に取れない場合があるので、先にこう薄くね口紅を塗ってからとか、リップライナーとか塗ってから、こういうグロスとかをつけていただくと、よりプルプルのリップに仕上がるのでおすすめです。ぜひやってみてくださいね。はい、夏とかってね結構メイクとか落ちやすいと思うんですよ。で、水分とかをねこうやって補給するからリップも落ちやすくなると思うんですけど、そういう場合はリップティントとかで色をね先にこう唇に染み込ませてから、上からこういうグロスとかでツヤっぽくしていくと、よりプルンプルンのリップが演出できるのと、色持ちもねいいので、よかったらやってみてください。もう一個あるんだけど、なんか赤リップとかさつけていくと、なんかハベニとか つきませんか。ここになんかリップがついちゃう現象をハベニって言うんだけど、これがね防止する方法をちょっと今回はお伝えしていきます。まずまたティッシュを取ってください。で、これを半分に折る。で、またこれを半分に折る。また半分に折る。こうなったらくるくるくるっとティッシュをね丸めていきます。こういう感じ、指1本分ぐらいのサイズ感に
してもらったら、これをこのまま加えてポッと抜きます。いきますよ。こうかっこうこうって抜くだけです。そうするとこういう余分なねリップが見えるかな、つくので、これがハビリの原因なので、このハビリをね全部このティッシュだけで予防できるので、よかったらやってみてください。はい、今日はねプルプルリップのご紹介をしました。ぜひこれやってみてください。じゃあまたねー。